悟りを得るため、釈迦は当初は厳しい禁欲生活を経た後、非禁欲的な中道を見出した。キリスト教では、アッシジのフランチェスコは支持者と共に厳しい禁欲生活を送っていた。禁欲主義とは、感性的欲望を悪の厳選、またそれ自体が悪であると考え、それをできる限り抑圧取得に進み魂の平安を得ようとする道徳上宗教上の立場。 イスラム教では、ラマダーンとして、日の出から日没までの間、食物や水を含む全ての官能的な喜びを、控えるという断食の形で禁欲を実践している。これは、イスラム教の語行として、信者の義務である。防衛規制の一つしても挙げられる。後期ユダヤ教の目視文学では、現在の悪が支配する地上に、やがて訪れる、来るべき世の審判に備えて、 禁欲を求めた。また、SN 派のように生成を熱心に追求するユダヤ教徒は禁欲的生活を実践した。紀元一世紀のユダヤ人著述家フィロンは人里離れた場所で感想を目的とした禁欲的な共同生活を送るテラペウ隊というユダヤ人コミュニティについて記録している。テラペウ隊のありさまは後のキリスト教修道院制度に大きな影響を与えた。 肉体と魂を対立させる二元論的な人間論が信じられたギリシャ哲学の諸派では、金欲を理想的な人格形成に至るための徳の訓練として捉えた。プラトンは誰もが分別を持ち、移ろいゆく世間とは然るべき距離を置く賢者になることを理想とした。プラトン哲学での哲学的生活には金欲の実践が大きく取り入れられていた。自ら求めず、 自然に乗っ取り、運命に従うことを考慮としたストア学派にとって、禁欲は必要不可欠な訓練だった。煩悩の源となる欲望を理性によって立ち、見せかけの善や悪に無関心でいられることはストア派の求めた理想的、心境である。ありがとうございます。